栃木県で2番目に面積の大きな那須塩原市。番組ではこの地図に魅力的なスポットを加えて赤マップを作っていくわ。今回は那須塩原市農業体験ツアー後編。那須塩原市に多くの方に住んでもらいたいと企画されたツアーにレナちゃんも参加。参加対象者は18歳以上の独身女性。多くの方に那須塩原の魅力を感じてもらいたいわ。チーズとソーセージ作り体験をした一行はグランマの割烹着でランチ。こちらでは地場産野菜を使った家庭料理を味わえるの。こちらでは地元の食材を使った料理がたくさんいただけるんです。見てください、全部美味しそう。新鮮な野菜いただきます。シャキシャキでみずみずしいです。甘みもあって美味しい。こちらすいとんなんですよ。いただきます。もちもち、野菜の旨味も出てます。こちらの鶏肉ワインで煮てるんですよ。一手間かけてますね。すっごく柔らかくて美味しいです。地場産食材たっぷりでヘルシーなのにボリュームたっぷり。参加者の皆さんもこだわりの家庭料理に大満足。さてツアーもいよいよ最後のスポット、やってきたのはいちご園。見てください、大きな立派ないちごがいっぱいあります。これこれ、すっごい真っ赤。味わえるのは名産のとちおとめ。いちごと言ったらどういう形のやつが美味しいんですか？そうですね、やっぱりその形の綺麗ないちごで、このいちごのように、ヘタまで真っ赤であって、かつ、ヘタ側のところが伸びているようなのが完熟になるんで、そのいちごは甘くて美味しいですね。すごいツヤツヤですね。はい。甘い。すごく香りも強くて。そうですね、もう本当にジャムに近いぐらい甘いと思うんで。ジャムに近い、本当にジャムに近いです、はい、今度あのヘタ側から食べていただいた方がさらに美味しく感じると思うんで食べてみてください。はい、じゃあ早速ヘタを取って、より一層甘く感じますね。そうですね、先端がやっぱり甘みがあるんで、最後に甘みを残した方がもっと食べたくなると思うんで、その方が美味しいと思います。とちおとめはですね、酸味もあって甘みもあるっていうのが特徴で、味わい深いイチゴです。あとは先ほども食べていただいた時に、あの食感、シャキシャキとした音が聞こえたと思うんですけど、そういう食感もあるというのがとちおとめの特徴ですね。手間暇かけてあげることによってやっぱり味も乗ってきますし、美味しさっていうのも感じていただけると思います。具体的にはどんなところですか？はい、もちろん実がなってからというものも、大切なんですけど、定植といって苗を植えた後の、水だったり温度の管理が、後々の実のなり方に影響するんで、その辺は特に気をつけてやっています。おいしいイチゴを味わってツアーも無事に終了。参加者の皆さんも那須塩原市の魅力をたっぷり感じることができたかしら。今後は野菜の美味しい季節に農業者との懇親会も企画しているわ。女性の皆さん参加お待ちしてます。そして今回でリポーターのレナちゃんが卒業。素敵なスポットをたくさん紹介してくれてありがとう。それでは皆さん、これからも那須塩原市で素敵な時間をどうぞ。